はい、どうも皆さんこんにちは。かんです。ということでね。今日はですね。asjl250 個で確定のね。ラムを紹介していきたいかなと思います。僕のチャンネルではまあ、画期的かつまあ、強い編成とかも紹介しているので、まあ、興味のある方はぜひチャンネル登録してください。はい、まあまず性能。 っていうとまあ、とりあえずね、まあ、レムとラムがハードコートっていうことで、まあ、ラムはハードコートでございます。まあ、ベアトリスとかね、他のキャラはエミリアとかは何コートかちょっと僕、今、わからないんですけど、とりあえずラムはハードコートということで、まあ、リーダースキルが、まあ、得点時ね、50回復して、失点しても10回復するっていうね、まあ、結構いい。 リーダーダスキルですよ、ね、まあそれに加えてまあオートスキルでねスタミナ消費マイナス20%緑色でねめちゃめちゃいいですね普通にマイナス20%って普通に強いですからねこのオートスキルでスタミナ緑色でノックバック向こうシンゲリアプラス10%ノックバック向こうはめちゃめちゃ大事だと思うほんでシンゲリアプラス10%はめちゃめちゃ強いとほのさっきオートスキルさっき見ようかどうしようかな あこれさっき SS 見た方がいいやつかな ?SS はまあ SS ゲージプラス15%。ほんで45秒間特殊状態の肥炎症と45秒間フェイと同じぐらい長いね。ほんで SS ゲージプラス15倍がほんまにフェイと同じぐらいの効果時間やから、この子で SS 打って他のキャラで交代、まあ、時で SS 打ってまたこの子出してもなんか普通に全然回るようなキャラやね。だから SS 増加量アップとかのラケットをまたさんでいいっていうのが結構いいね。やっぱ普通に交代時とかまあ持たせれるっていうのが非常にいいですね。この状態中スイングでまあ侵入した打球をチャンスボールにする竜巻生成。 あこれ、あのー、あれと一緒。徳川と同じような性能やね。あのー、まあ、キャッチするギミックをゲットするっていう感じ。まあ、キャッチはせえやねんけど、打ち上げて、まあ、スマッシュ打てるっていうやつやね。ほんで、まあ自打球の衛生増加量減少。えあ、そうなんや。ほんで、移動速度プラス10%。お早いね。ほんで、地面向こう。あ、いいね。ハードコートで地面向こう。 あ、いいね。地面向こう少なかったもんな。ルミエとかの、あの、あれをま、殺すことができると、ルミエうざいからね、結構。で、ま、スタミナ継続回復。あ、いいね。ほんで、初めがストームショットカットほんで、スターストームが打てるんですね、この子。スターストームは、ま、バックで撮ったら、まあ、あのー、SS 封印されちゃうよっていうやつやね。ほんで、ま、スタミナ消費もプラス30%になるし、あの、スタース、キャラ以外はね。だからもうめちゃめちゃ強いよね。普通に。もうスターストームめちゃめちゃ強いんで、あの、ほんまに。 今んところいい感じですよ <laughs>。ほれで、打球時、一定確率で不可シ議ムが出現。取得時20、20%スタミナ回復して、ビーチバン・ラムが取得した場合、さらに10秒間宣言よりプラス5%。あんで、靴、あれやねあの。5秒間、ドリンク取った時に5秒間、スタミナダメージ無効の靴を履かせるといいですね。ほん、まあ、特殊状態中、スマッシュが、えっと、打球時に追い風を発生させる高バウンド特殊スマッシュあ。あれやね、ゲオルグのあのスマッシュと一緒やね。で、さらにスマッシュ打つたびに、ワンポイント感。 スマッシュの速度が上昇し、追い風が強化される。それがまあ最大に2回ということで。まあ、あの2段階スマッシュが速くなるっていうような感じかな。この靴はこれどの靴履かしても固定やがこの尿物とか履かしてもね。こうやってあのこういう可愛いままで折ってくれます。<laughs> ま、そんな感じのいいのがありますね。 はいああののラケットと靴決めてきましたあのスマッシュがね特殊スマッシュになるかどうかがちょっと微妙やったんで多分つも特殊スマッシュやと思うんですけど、まあ、それを確認するために、まあ、スマッシュ打った時に SS ゲージプラス13%するっていう、まあ、ラケットと、まあ、シューズは、まあ、ドリンク取得時 SS ゲージプラス3%あのなんか芋を振ってくる打ってだから、まあ、それで、まあ、SS ゲージ貯めていこうとほんで、まあ、あのドリンク向こうの靴。 っていう感じで、まあ、スインゲエリアはそんなもらんでも、もともとめちゃめちゃスインゲエリア広がるようにできてるから、まあ、これでやっていくかなと思います。はい、というわけで、やっていきましょう。相手も、ラムを使っております。もう、肌の露出度すごいな。まあ、これで、まあ、相手、靴何履いてるかちょっと分かんなくなるんですけど、まあ、それが強く、強いですね、若干。まあ、ここに見れるかあれやねんけど、相手、また靴履かしてます。ということで、やっていきましょう。よろしく。もう、どつやからね、ちょっと走りがどうか微妙やねんけど、 あんな感じ、深しも。あ、あ、そっか、はじめはスマ、スマ13生きてくんねんな。よいしょ。ちょ、待って。とつらのやばい。あ、え、これテクニックタイプなんや。ドロップ打てるのいいね。耐えやすい。よいしょ。やばいと、そろそろ SS 止まったんじゃん。ほんで、これ SS が頻繁やと。いうことですね。ほんで、こう打ち上げたら、スマッシュ打てると。はい,い、す、特殊スマッシュなので、あれは乗らないです。あ、下手くそや。<laughs> この、 竜巻作ろう思って今降ったら軽ぶっちゃったちょっと徳川持ってないから俺まだ慣れてないんよなこうやってラケ分をしたらできるっていう感じこれ2個しかできひんねでこれ真ん中ら辺で待機しとかないとこのスマッシュは取りに行くいえどうしたんどうしたんどうした <laughs> 焦るわこのギミック結構でかいなあれなんで <laughs> ちょっとなんか引っかからんかったりもするけどちょっと当たり判定が微妙に分かれへんな難しそうやな あれ難しい難しい。えどうやって作るのこれ。あ、作れた。<laughs> 2個までかなこ,この感じやったいや、ちょっと強いな。普通に強いのは取られへんな。ってあえて使うのうまくね。<laughs> まあ、ひえんやからここで、まあ、あえてフェイントかけて打っていくってのも結構ありかな。やばいやばい、前込んどいて。いや、ちょちょやめてやめて。<laughs> いやー強えな。ちょっと待って。<laughs> いや、これ、これ、だいぶ強い気がする。ちょっと使いこなせるようになりたいな。マ、ま、ク、あ、スタミナ面は何の問題もないよね。やっぱドリンク向こうと、普通に、あれがついてるか。あ、リーランと同じ感じで、あれやね。一回打たれたら、一回、何ワンポイントに一回しか。一ラリーに一回しか出されへん感じやね。あのギミックが。離れて打ち上げたらもう一回スマッシュってるって、これいいよね。普通に。強い強い。いいね。徳川みたいに、ワン、なんか一回相手に、 あ自分がわざと打ち上げて何個もギミック出すってことはできなさそう。リーラーみたいな感じ。こうやって、ほら、2個は一気に出され。こうやって、こうやって出したら、大丈夫と。で、このなんか当たり判定が思ったより狭いかもしれん。もしかしたらな。だって結構、あの、風のギミックのとこに入っとったけど、今、跳ねてったから、結構、むずめかな。うん。結構良さげやね。これ、使う人が使ったらやばそう。 普通にやばそう。よいしょ、<laughs> 飛びついちゃうねんな、俺。下手くそやから。ああ、捕まった。割と取れるんかな、どうなるな。どうしたいん危なで、これ、こっちだけ、俺が貼っとけばいいのほら。こういうことや。うわ、これ、ミラー大変やな。よいしょ。よいしょ。あ、抜けた。せん円、これ。 どんだけ当たり判定あるかっていうのはちょっと分かっとかなあかんねほんでヒエあれこれであーやべえボレーが来るとやばいやばいやばい頑張れ打ち上げろち,ちょっと難しいなうわやばよいしょえそこで打ち上げるのがちょっと分かれへん分かれへんそれなんな <laughs> それが分からん。ちょボレーエリアで上げれんの強いな。ちょっとあげ、作りたいな、ボレーエリアで。いや、跳ねへんのかーい。<laughs> やばい、ロブ撃ってしまった。<laughs> 自殺合意してもうた。<laughs> いや、こんな感じやな。<laughs> なかなか、なかなかの性能しとる。はい、というわけで、いかがでしたでしょうか、ラム。まあ、結構、良かったんですけど、まあ、やっぱり、あの、ラケットあれでしたね。あのー、 スマジューとか乗らないので、まあ、スマジューとかには全然しなくていいと、する必要がないということですね。あと体力面でも問題ないし、まあ、靴は絶対これですね。あのドリンク3パーじゃなくてもいいねんやけど、普通に。このオートスキル2のスタミナ5秒無敵っていうやつが一番合うな、普通に。今落ちてくるから。ほんで、ラケットに関してなんやけど、まあ、別に何でもいいから、賞味 SS 風にされたらだるいかなぐらいか、まあ、別にシルビアラケットの交代時でいいんじゃないかなという結論に僕は至りました。 というわけで、まあ、僕のチャンネルではこんな感じのためになる動画を上げてて、まあ、これからも頑張って投稿していこうと思いますので、まあ、チャンネル登録、だと応援もよろしくお願いしますということで、またお会いしましょう。バイバイ。